どうも。はい、中本と申します。はい、今日はですね、ネットショッピングをする際に気をつけるべき2つのポイントについてお話ししていきたいと思います。基本的に今日お話しすることは、中古品に関してになります。はい、まあ別に新品にも当てはまる部分はあるとは思うんですけれども、まあ基本的に中古品を買うとき、まあメルカリだったりヤフオクだったり、まああとうちみたいなブランド古いで買うとき、ブランド類をネットで買うときに参考にしていただければなと思うポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いします。で、今日まあお話しするその2つのポイントなんですけれども、まあこれ大きく分けて2つです。で、まあ簡単にお話していきます。で、最初1つ目ですね。一つ目は商品のディティールをよくよく確認すること。はい。まあこの商品のディティールをよく確認することってすごい当たり前だろうって思われる方多いと思うんですけれども、僕もこの仕事上結構いろんな方のアイテムを買い取らせていただいたりしてるんですけれども、まあその買い取りしてる時にやっぱネットで買って、まあ、商品のディティール、サイズが合わなかったっていうのが結構多くて、はい。そのやっぱり、まあ、似合わなかったっていうのももちろんあると思うんですよ。でも似合わないっていうのは試着ができないから確かに難しいと思うんですよね。イメージするのが慣れてきたら似合う似合わないって大体分かってくるとは思うんですけれども、で、まあ、サイズ感、その商品のディティールについて知っていく上でのサイズ感についての話なんですけれども、まあ、僕もよくその動画とかで言うときに、まあ、自分が176センチの普通体型なんで、176センチの普通体型で着たらこんな感じですよ、着顔お出しすることが多いと思うんですけれども、まあそれを参考にしていただくのも一つのポイントだと思うんですけれども、でもまあその人間の体って別に僕176センチ普通体型って言ってますけど、わかんないじゃないですか。で、こう胴がどこからどこまであるのかとか、腕がどれだけあるのかとか、長さかっていうのは人それぞれになっちゃうんで、まあその本当にアバウトなサイズ感になっちゃうんですよね。そういうサイズ感だけだと多分ちょっとズレが出てきたりして、あのこだわりが強い方はやっぱりそのちょっとのズレで、ああやっぱこれサイズ感あんまり気に入らないなとかになっちゃうと思うんですよね。なんで、まあ一番、いいのは、その自分のベストサイズ、マイサイズを知ることが一番いいと思っていて、僕の場合、結構2つに分けていて、ぴったり着たいなという時は、まあ、肩幅が44ぐらい。まあ今はこれぴったり着たいなと思うマルジェラの T シャツなんですけども、肩幅が44ぐらいで、身幅がそれにちょっとプラス2センチぐらい、46とか、まあ48ぐらいまでは許容できるんですけれども、基本的には、添え丈とかも、着丈とかも見たりするとは思うんですけれども、肩と身幅で合わせることが多いです。まあ T シャツだったらそうですかね。で、オーバーサイズで着たいなという時はもうほんと50を超えたりとか、今50を肩で50を超えてて、身幅もそれに合うぐらい超えていないと、まあちょっと買わないかなっていう感じにしたりとか、自分で入れとくといいと思います、頭の中に。じゃあ、どうするかというと、自分の T シャツ、まあ家の T シャツで一番気に入ってるサイズ感のものを、まあ測ってみて、それと比べてみるっていうのが一番いいです。で、ネットで、まあメルカリさんとかだと書かれてないこと多いと思うんですよ。サイズ感が僕も見てとよく思うんですけども、サイズ表記2とか M って書いてあるだけとかだったりとかが多いので、まあ、そういう時はコメントとかで、まあ、肩幅とか身幅、あと着丈、ね、袖丈を教えてくださいって言えば、多分まあ大体の方が教えてくださるとは思うので、その教えてくださった数値と照らし合わせてみて、あ、自分の今持ってるようなより肩幅が2センチ大きいんだ、身幅が1センチ短いんだっていうところで、まあ、比べてみて分けてみてください。で、どうだろうなっていうところを見てって、まあそれぐらいなら着れるかっていうので買ってみたりすると失敗が減ると思います、サイズに関しての。はい、まあ、これが商品のディティールについて聞くという1点目ですかね。ここは本当に新品のもの、ZOZO タウンさんとか例えば、まあ、そういうところでもそうだと思うんですけれども、何でもそうだと思うんですけれども、店舗があれば店舗に聞くこともできますし、どこかでお問い合わせ先ってあると思うので、そこに聞いてみるのが一番だと思います。はい、とにかくもうパパって買うよりは、最初の方、慣れないうちはパパって、あ、安いとか、あ、これかっこいいと思って買うよりは、もうやっぱり素材感とか、サイズ感しっかり聞いたり見たりして買うことをおすすめいたします。はい、次2つ目が、これが質問とかでも一番多かった、ものですね。心眼についてですね。はい、物の心眼ですね。まあ昨今その本当に結構コピーするのがたやすくなってきた、商品が高くなったりすることも多くなってきてるので、まあ、コピー品が多く出回ってるんですよね。まあそのスニーカーとかでもそうじゃないですか。服だけじゃなくて、ハニーウエストさんとアディダスのコラボのイージーブーストも、まあ、本当に最初350、750出た時はやっぱり本当に半分偽物っていう話が僕の耳に入ってたぐらい、まあ、すごい偽物が多かった、フェイクが多かったものになります。はい、でそれぐらいやっぱり今フェイクって結構巷に溢れてるんですよ。でいろんなブランドのフェイクがあって、
まあ、ギャルソンであったり幼児であったりも実はあったりして、あともちろんマルジェラもエイズティーとかありましたし、まあ本当にサンローランもそうですし、もういろんなブランド、ラフシモードもそうですし、いろんなブート品だったり、フェイク、はい、はあったんですよ。本当にいろんなブランドの見てきて、これって実は実際見て買えるんであれば結構わかることも多かったりするものも多くて、縫製が雑だったりすることが多いんですよ、露骨に。やっぱ正規品を見たことあると結構違うなと思うものが多くて、でもスーパーコピーとかだとやっぱり正直分かりにくいものも多いんですよ、あのパッと見とかだと。でその直接見ないと分かんないレベルのスーパーコピーのものをネットで見分けるっていうのは基本的にはもう僕正直難しいと思っていて、ネットのショッピングでの真贋確認っていうのは、まあ、メルカリさんとかヤフオクさんっていうのは、まあ怪しいと思ったら買わないことを完全にお勧めします。ちょっとでもと思ったら本当にやめることをお勧めします、ここは。はい、まあ、その怪しいと思うポイントとしては、まあ、相場から見て異様に安い。他も8万とか10万とかで売れてるのに1万とか2万とか5000円とかで買えてるっていうのはもう怪しいです。完全に怪しいです。やめた方がいいです。はい、でもう一つが、まあ、出品者の評価を見てみるっていうのもいいですね。やっぱりその偽物とかフェイクを何回か売ってる人って同じものバーって売ったりしてるんですよ。同じものバーって売ったりしてるから、まあ、その評価欄でも、まあ、届いた人は分かったりすること多いんですよね。で、まあ、この人偽物売ってますよみたいな言われたりしていて悪い評価がついている人はもう絶対にやめた方がいいです。完全に黒だと思うので、まあ、その人で見るっていうのも一つの手ですよね。で、もっと言うとネットショッピングの写真ってそれが送られてくるとは分からないんですよ。まあ、フェイクを売ってる人ってそもそもいい人なわけないじゃないですか全くいい人じゃないんで、まあ、本当になんて言うんでしょうね、その送るものの写真を載せてるかっていうのは全然わからないんですよね。正直そのネットショッピングだけでしっかり見るっていうのは難しいんですよ。偽物かどうか見分けるっていうのは、フェイクかどうか見分けるっていうのは。なんで、まあ、その人の評価で見るっていうのが一番いいかなって思うのと、まあ、あとその海外並行輸入品ですみたいな、あの正規品を求める方はおやめくださいみたいな言葉がある人は、まあ、結構あの一回うんって思った方がいいかもしれないですね。並行輸入品っていうのはその国内代理店、マルジェラだったらマルジェラジャパン通してたりとか、日本の代理店通ってないのってその規格が違うんでサイズ表記も違ったりするんですけど、まあ、そういうものでその本当に別にフェイクじゃなくてあの日本の正規のものじゃないってものもあるんですけれども、でもまあ基本的にやっぱり並行輸入よりはあの日本の代理店のタグがついてるものの方がまあいいとは、あの一応ブランド古着の中では買い取りをそれしかしないとかいうところもあったりするので、まあ信用があるものになります。はい、並行輸入でも本物はだからあるんですよ。でもまあそのあるんだけど、まあちょっとやっぱりそのフェイクもあるので、まあ、なんとも思い難いというところにはなります。一応その本当に、国内正規品ですって書いてあったりして、なんかタグもレシートもありますとか、まあもう偽物だったら全部返金しますとか書いてる人だったら、正直そこまで、まあ、あと写真もしっかり別にそんなに変じゃないなっていう人であれば、まあ、あと評価も悪くなければはい気をつけるポイントは何個あるんですけれども、あれば、まあ、全然いいんじゃないかなと、買ってもいいんじゃないかなと思います、僕は。はい。なんで、真贋について見分けるポイントとしては、一つ目が、人で見ることですかね、正直。はい。その人の評価を見てみる。ヤフオクとかメルカリであれば、評価を見てみる。二つ目が、異様に安くないか。はい。わ、これめっちゃ安い、相場からしてめっちゃ安いなと思ったりしたら、一歩引いてみるっていうところですかね。まあ、基本的にこの二つを気をつけてもらえれば、多分大丈夫だとは思います。まあ、見てれば、やっぱり分かってきますよ。この人は、なんか、うさんくさいなっていう。この出品されてるものをうさんくさいなと思ったりすると、そこら辺に関しては一回一歩引いてやめておいた方がいいんではないかなと僕は思います。はい、まあそんなところですかね。大きく分けて2つですよね、ネットショッピングで気をつけること。まとめ、今日のまとめとしては、1つ目が買う前に商品のディティールをよく出品者に聞いたりすること。はい、で2つ目が、まあ、真贋、怪しい商品でないか、まあ、値段が安すぎないかで、出品者が悪い評価とかついてないか、同じものがバーって同じ値段で安く出てないか、まあ、そういうところを見ていただければおのずとわかるんじゃないかなと思います。はい、まあ、僕は少なくともそういう経験で何回も取引してきて、まあそこまで当たらなかったので大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、まあなんか質問等あればコメントの方で受け付けますので、ぜひそちらでよろしくお願いいたします。それでは、いつもご視聴ありがとうございます。コメントの方も読まさせていただいております。まあ、先ほども申し上げましたが、質問等あれば YouTube のコメント欄でいただければ、返せるものは返していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。僕
僕もインスタグラムやっております。インスタグラムの方概要欄に載っておりますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。はい、では、この動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録の方をぜひ何卒よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録が増えると単純に元気が出ますので、ぜひお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。